皆さんこんにちは。インサークルの活用事例、今日は都市銀行の事例をご紹介します。この都市銀行さんではこんな課題がありました。基幹システム公開時の緊急一斉連絡、この方法を探していました。そして実効性のある事業継続ツールの選定、こちらも課題でした。これら絶対安心のセキュリティが必須です。これらの問題を解決するのにインサークルを導入いただきました。導入の決め手です。まず IT ツール間の機能競合がないため、非常にシンプルなために運用設計が簡単に行いました。例えばこれは、他の、IT システム他にもあります。その機能とバッティングするとどちらを使うか、このルールを決めなければいけませんけれども、これはチャットでコミュニケーションするツールに特化していますので、機能競合がなかった、これが決め手になりました。そして経営層がタブレットで使える、操作が分かりやすくて簡単、これが決め手になりました。それからインサークルは専用のシステムですので情報漏洩しない、端末、通信経路、サーバー各所で多重に暗号化もしています。導入の効果です。まず非常時の情報把握、指示が迅速確実にできるようになりました。メールと違って宛先入力が必要ありません。そのため、例えば役員専用トーク、こういうものを作ればいつでも思ったことを相談、連絡、指示ができるようになります。それから情報共有のスピード化による業務効率アップ。これは関係者複数人にリアルタイムで一斉に通知ができますので、非常に業務が早く行えるようになります。それから会議の質が高まった。これは会議のメンバー、事前にインサークルの中でコミュニケーションしています。そのため、事前にアジェンダ、それから資料、これを共有していくことができます。そのために、いざ実際の会議になった時には、内容の濃い会議ができるようになりました。このような導入効果を上げるチャットシステム、他にありそうに思われるかもしれませんけれども、銀行というセキュリティ絶対に守らなければいけない、そういうところで選定いただいたインサークル、法人専用のチャットとして多くの企業に安心してお使いいただけると自信を持ってお勧めいたします。本日はインサークルの導入事例、都市銀行の例をご紹介いたしました。